こんにちは、Rです。オクトエキスパンションの主人公、このハチなんですけれども、ハチって記憶ないじゃないですか。で、なんで記憶ないのかなっていうのがちょっと頭の中にずっとあったんですけど、オクト最初からやり始めてね、衝撃の事実が分かったんで、ちょっと動画にしていこうと思います。そりゃ記憶なくなるわって思いますよ。お金かい、このたこやーい。よし、目が覚めたか。さあ、戦いの続き、じゃあ武器を持てー。まあ、誰かと戦っていたっていう状態ですよね。と言いたいところじゃが、お主どこかで武器を落としたようじゃの。それにしてもここはどこじゃね。まずじいちゃんも場所が分かっていないっていうところもこれヒントになってたんですね。実はお主と3号がタコツボバレーで戦っているとき、誰かに襲われた気がするんじゃが、ということなので、まあ、ここで戦っていたわけじゃないということですね。して、お主の名前は？で、ここでね、記憶がないことに気づくんですね。あれ、わかんねえな。私、なんだろう。ひょっとして、お主、落ちたショックで記憶が飛んだんか？ここ、ありましたね。落ちたって書いてあるんだな。お主自身について何か思い出せることはあるか？今めちゃめちゃ大ヒントでしたね。落ちたってかあったじゃん。はい。というわけで、オクトが始まったら大体もうワクワクしてみんなこうバーって進むじゃん。で、俺ね、なんかいろいろこの辺でうろうろしとったら、見て、なんかこの辺なんかいろいろコードとか垂れ下がっとったりとか、で、さっきもここで倒れとったりとかっていうのがあって気づいたんですけど、じいちゃんの話聞けたら、落ちてちゃんって言ったね。で、これ上見たんですよ、俺。ねえ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 、見てこれ。こんなでっけえ穴が開いとって、この上からね、どうやらハチは落ちてきたらしいです。で、じいちゃんもまあ、心配になって追って降りてきたんじゃろうけど、こんなとこから落ちて、そりゃ記憶なくなるよね。ね、サンゴもまあどっかでおるんじゃろうけどさ。これやばくない？これ、びっくり、全然気づかんかった。今までこう始まったら、わーってこっちに行きよってけ。オクトだーって言ってね。これやばくないっす。これはそうだよね。死ななくてよかったねって思うよね、これね。っていう感じで、まあ、すんげー高いとこから落ちてきたんで、タコちゃん、記憶がなくなってるみたいです。まあね、タチオーパーキングぐらいだったらイカちゃんタコちゃんは落ちても平気なんで、それ以上に高いとこっていうことですよね。こーわ。じいちゃん反省しろよ。かわいそうに。OK！ このチャンネルではですね、皆様のコメントをもとに動画を作ってるんですけど、今回みたいにね、僕が気づいたのも小ネタにしていこうと思いますので、なんかね、皆さんも気づいたことがあったら、YouTube のコメント欄で教えてください。こういう風に調査に行くかもしれません。チャンネル登録もよろしくね。OK！こんにちは、アルです。さあ、痛風は辛いをやっていきましょう。痛風は辛いよとは、いくらを取らずにヒーローモードをクリアを目指す。そんな企画でございます。めちゃめちゃ難しくなってきたけど、めちゃめちゃ楽しいんですよね。前回のスタコラのステージがね、めちゃめちゃ難しかったけ、今回はね、多分簡単なんじゃないかなと思うよね。これ。飛び跳ねるタコビーチ、ボヨンとしよう、そうしよう。いけるよね、これ。初期いくらは1341。ここから極力増やさずに、ステージクリア。行ってみましょう。いや、ほんとここね、簡単だと思うよね。ほら、見て見て、あの、一個のいくら。あんな誰が拾うん？これ誰が拾うんですか？ふふ、ふーる、ふーる。おちょくってみたりして。ね、ここもボヨンボヨンしとったら、全然余裕だね。で、ほらほらほら。オッケーオッケー、全然余裕じゃん。あれこれ、ノーいくらあるよ、ノーいくら。ほら。あー、ちょっと。あ、なんか、あ、意地悪いね、あれ。これ待って、鍵取れるこれ。意地悪いね。あ、うまい。鍵だけ取った。よしよしよし。
これは簡単だね。このね、風船も割っちゃダメなんですよ。風船割るとね、中からいくらが飛び出してくるんでね。よしよしよし。めっちゃいいじゃん。うわ、タコか。危ねえな。あ、落ちた。え？なんだ？こいつは落ちるのか？ああ尊いタコの命が失われていった。危ねえ。よし。これはどこだ？なんだ？えいあ、やばい。やめて、まだ回復してない。危ない。ちょっと、待って。まだ回復してないんです。回復してる。回復しました。ここだ。よし。これもこうして。おー、げっ。いや、あっちなんかある？いらん。いいや。こっち行こう。よし。うわ、危ねえ。なんだここ。普段なら嬉しいけど、このイカリング通ってもイクラが取れるから、なんとかしてこうやって、よし。怖い。危ねえな。急にイカリング出てきたんですけど、これ、ニンテンドーさんやっとるな。多分、イクラ拾わずに、やるやつ出てくるから、ここにトラップ仕掛けようってね。オッケー。全然、でも、全然余裕。今、ノーミスよ、ノーミス。もしかしたらノーミスできるんじゃない？危ない。おお、危ない。くわー、めちゃくちゃな数のイクラ取りよった。どうしよう。これは、ここか。よし。オッケー。おわー。意地悪イクラね、これ、意地悪イクラ。よし。うわ、危ねえ。見てなかった。よし。おお。見て。ノーミス、ノーイクラ。ハイパー、痛風は辛いよ。オッケー。記録更新だしね。ここは簡単すぎたな。オーケー、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。あとこれね、全ステージやる予定なんでー全ステージね、やる予定なんで、再生リストでまとめておりますので、ぜひ、今から見始めたよっていう方は、最初から見ていただけると嬉しいです。最初のステージもね、結構いろいろ苦戦したりして、難しいところもあったっけね。今回、マジ、スムースだったね、スムース。オーケー、食べーオッケー、じゃあね、バイバーイ。